会長の会の、どうぞよろしくお願いします。春とはいえども、まだ寒い日となりましたけれども、本日ここに全国国会公場式秋新連日祭を開催させていただきました。御多忙の中を、荻原高主長さん、全国和藤副総長、副会長坊さんに水野副会長さん、大勢のご愛知の皆様にお見せを賜りまして、誠にありがとうございます。神戸橋は新婚流会との役員の皆様、町内会の皆様、参加者の皆様、開催できますことに感謝申し上げます。神戸橋は新にあたりましては、婚流会の役員の皆様を中心に、町内会をより良く、町内を集めて、本日を迎えることができまして、誠に感謝するものでございます。お披露目させていただく御幸橋は記念木は善光寺様に寄進する御幸橋の原木から取ったものでございます。真城駅前御幸橋は寄進の町城として建立をさせていただくことでございます。歴史を紐解きますと、約300年前、善光寺本堂再建にあたり当主の徳川幕府、 会長が無事に盛大に開催されますことを挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ここで本日大変お忙しい中ご出席いただきました。ご来賓の皆様をご紹介いたします。長野市と荻原健司様、善光寺事務総長若荻孝則様、善光寺御開帳法参会副会長水野正義様、
4メートルもないです。ちょっと小さいです。
まだ身に香柱が今日は除幕されるということで本当にお喜びであります。まあ、今お話もルールありました通り、善光寺はこの松島の皆さんなくてはありえないんであります。Oh.
光柱、天日祭のご盛会、そして二光柱、義殿木、建立除幕式が、つつがなく受講されましたこと、誠におめでとうございます。また、善光寺様におかれましては、コロナ禍の影響から、苦渋の選択の末、1年延期、虎年の開催になったご会長、そして、須坂市は豊岡の森で、小林様が手塩にかけて育てられた御開帳のシンボル、地光柱が塩日、無事、善光寺様に突進できますことをご祈念申し上げ、木遣り松代会より声高らかに木遣りを申し上げます。Yeah.
菜を締めることになりますので、シェアピアの報道が無事安全に報道されるということですね。お締めをいただいておりますので、まあ、コロナ禍ということで声を出すということがなかなか許されませんけど、コロナの中で気持ちを込めてご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。